はい、皆さんこんにちは。ですね、ひとりさんの勉強をしていて、上機嫌、そして引き寄せを私たち学んでいるんですが、やっぱり大きな志を立てるのがいいのかなと思いまして、私も盆栽が趣味なんですけれど、今ある出会いがありまして、庭師さんと出会うことがありまして、本気でこの庭を作ろうかなと思いまして、でそれにはひとりさんの言う毎日の上機嫌をモットーとして仕事に頑張ろうと思っております。で、大きな志を立てているとどうしてもやっぱり感情に流されることもあるんですけれど、本当の目標があれば感情に流されず、その実現に向けて上機嫌で頑張れると思いますので、とりあえず私が実践していきますので、2番が完成した時にはぜひ当店にも遊びにお越しください。感謝いたします。